やば、ガチすぎ、ちょっとすごい。っての衣装ですね。ガチ困惑してんじゃねえかよ。皆さんこんにちは、ホロライブスタッフの井筒です。はい、ホロライブ5期生の小原ポルカです。あ、こんにちは、ポンポコです。もうダメだ。こんにちは、ピーナツくんです。はい、3人合わせてポ、ピ全員ピ、全員ピ、全員ピって1週間話し合ったじゃん。あ、そうだった、1週間だってもう寝てんだもん。もう1週間経ったか。ここで1週間を過ごすの。あ、過ごしたって。キャンプのテントってそういうテントじゃないやん。はい、ということで先週に引き続きポンポコチャンネルのお二人に来ていただいております。お邪魔してます。先週の企画でとっても仲良くなれたと思うので、はい、今週はこの企画をやっていきたいと思います。なんやらほー、はい、お互いの衣装を考えてみよう。そんな親戚関係ぐらいしかできない。親戚で親戚関係、おじさんとかおばさんにやってもらってないの。違う違う、 VTuber のママパパのことだよ。あー、そういうことか。なるほどね。いいんですか、なんかそんな僕たちが考えて、ポルカちゃんの、うん、あ、嬉しい。それはどういう目で見られているんだろうっていうのと、どういうものが求められているんだろうっていうのがね、明らかになる。あー、なるほどね。そういう感じ、ガチなのかギャグなのかも気になるし、ね、なるほどね。あー、楽しみですね。はい、今回ですね、はい、相手の新しい新衣装を考えるという企画なのですが、テーマが決まっております。はい、ポルカさんにはポンポコチャンネルホロライブバージョンの新衣装を考えていただきます。はい、そしてポンポコチャンネルのお二人にはオマールポルカのポンポコチャンネルバージョンの新衣装を考えていただきます。来るのか、このチャンネルに。やべえな、もういけるってこと、その新衣装。お互いのチャンネルに移籍したみたいな感じですよね。そっか、ホロライブに君たちが、何言葉に詰まってんだよ。なんで言葉に詰まってんだよ。あ、でもポルカも頑張ったんだよ、ピーナッツくんに関しては。どうしようかって。あ、本当ですか。頑張ったから大丈夫、大丈夫。ポロライブに行けるようにね。いけるような痛みになってる。僕らっちもね、めっちゃ考えたからね。ね、あ、そうなんだ、めっちゃ楽しみ。それは、うん、相手の趣味思考理解度、相手への思いやりが大切な企画となっております。なるほど。はい、それではやっていきましょう。イドゥドゥイドゥドゥイドゥドゥ、なんだこれ。ぐらいしかできない。はい、じゃあまずポルカが考えたホロライブの衣装はこちらです。やば、ガチすぎ。ちょっとすごい、ちょっとガチやん。ガチやん、ね、ちょっとね、構図だけちょっとね参考にさせていただいて。え、すごい。今回ポルカが考えた衣装、まずコンセプトがありまして、はい、やはりやはりタヌキ、やはりタヌキ、やはりタヌキ型、タヌキ型ということは、これまだいないんですよ、ホロライブにいないんですよね、ということが、そういうところと、はい、緑がイメージなカラーの子が少ない。確かに確かに。いや、そう、緑、緑大事、緑かわいい。ちゃんとね、ホロライブっぽいなんかこのメッシュを入れてみたりさ、はいはい、リボンつけてみたりさ、すごい、袖リボンね、袖リボンに。ちなみにちゃんとあのタヌキ要素も入れようと思って、この風呂敷あるやん、あ、はいはいはい、唐草模様の風呂敷を、ハーネスでつけてる。ハーネスでね、おしゃれなんだよ。へー、かわいい。今の日っぽいで、互い違いのポルカと同じような靴下で、ガチやん、すごい、なんかいろんなところにリボンもついててね。そう、これはで、しかもちゃんとスカーフもちゃんとつけておいて、バンダナこうやってして、めっちゃいい、ね、え、これポルカさんが描いたの。そうだよ、すごい、靴下ポルカちゃんみたいじゃん、なんかちゃんとこれ、あの修正されてね、ホロライブのちゃんとした衣装になるんだけど、まあ、元のイラストはポルカが描いてるということで、やばー、ね、すごい、すごい、すっげえ嬉しい。こんな感じです。ガチ、何、あの右上なんですか。あ、右上の、え、違うんです、あの、いるんですよ、ホロライブさんって。あ、はい、確かにいるね。あのポルカが喋ると一緒に動くみたいな、おる、ね、マスコットキャラ、あれです。ポロいがち、マジかよ。いやいや、今こんな動けんのに。もう動く必要ないんで。一瞬こんな人はこんな殺して、殺して、ちょっと、殺してんの。知能はもういらねえよ。殺して、やばいって、自由意志がそがれる。おむつ要素は可愛くない。ってその服の要素ちょっとあんまり下に青だけライン、青だけライン入れて。おいおいおい、ブリーフはやっぱホロライブに行くにちょっとね、引き算も必要かなと思って。めちゃくちゃ引かれたな、引きすぎだろ。これなら文句なしだと思う。そう、これならホロライブ入れるらしい。これならホロライブです。確かにありそうだわ。これぐらいまで攻めないとホロライブに入れないピアノスか。結構ね、こだわってきたから良かったなと思って。
ってね。いや本当、いやすごい、そう忍者要素もあったし、すごい、ありがとう、センスあるね。なんかこういうの本当好きなんだこれね、好きなんだ、伝わったわ、すごいわ。普通にラストにラストにすべきだったよ絶対。なんで一番だったんだろうね今。確かに確かに。これから何が起こるの？ちょっと待って、何が起こるの？衣装デザインって知識ないとできないんだよ。これから何が起こるの？起こるかも。だってあのね、部屋行ってさ遊びたいよ、一緒にどんな衣装で行くのかなって。いやまあちょっと今のままだともう並び的にも派手すぎるね。派手すぎるすごいね。サイドとかもなんかちょっとあれしゴテゴテしてるかな。ちょっとない、サーカスとしては向いてるんだけど。これ私こちらですね、やっぱポンポコチャンネル来てもらわない、田舎に来てもらわないと。これわかりますか、ゲートゴルフの衣装ですね。ゲートゴルフの衣装です、はい、ゼッケンとゲートゴルフので、野菜育てて長靴履いたらきっとやっぱ地元に愛されてからなんで、あのポンポコチャンネルは。ごめん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 、なんか頭ちょっと気になりますね。何どうしちゃったの、ゲートゴルフのゴール、耳どこいったん。耳はこの包んでるこのゴールゴールで、そこに通せばいいってやつで、こちらお地蔵さんとかにかぶさってる三角の帽子ね、カサコ地蔵のカサコ、そうそうそう、カサコ地蔵のカサコ、よくわかったね、それそれそれ。大根あんな出てること。大根ほぼ見えてますね。すごい、大根の主張がね。こっちのやつ何？これカマカマ。畑かゲートボールか。待て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 。手は軍手なんで。唯一評価したいのは、おどこ？今の日本 JP に伝えたい。はい。太陽は黄色。あ、ありがとう。太陽は黄色。どういうこと？なんかどうした？あのね、太陽はみんなさ、幼稚園とか保育園の時に赤で描きがちじゃん。あ、オレンジとかね。でも実際見えるのはさ、黄色とか白なわけだよ。ありがとう。これ素晴らしい。あ、嘘。太陽。採用ってことでいいですか？採用ってことでいいですか？これなんかすごいイラストに起こしていただけるみたいですけど、ホロライブさんで。そんなことつゆ知らず。つゆ知らず叩きだから。三番って本当なんなんで。あ、これはね、ポンポコとこのあのポンポコ一期生なんだけど、ピーナッツが一応後から入ってきたから二期生。三期生です。あ、なるほどね。そう。けどポロでは五期生だったよっていう印象。ああ、前の。移籍前の。こうイラスト起こされるの楽しみだわ。ありがとう。楽しみですね。起こすとは言ってないし、こっちのは起こすけど。続いてはこちら。やばいな。僕が考えたホロカちゃんの衣装です。やばいね。若干被ってない？こっちと。え、これ左腕どうしたの？本当だ。あ、やっぱあのポンポコチャンネル結構体張ることもあるんで。もう？もう無償入る前から麦わらのだからさ、これシャンもやってビックやったんだから、そうだね、詰め込んだらだって怒るか、お前左腕がっていう。やっぱあの我々結構大食いとか、あ、そうだね、結構体張ること多いんですよ。で、我々に足りないのは結構勇気が足りないから、まだ勇気のある感じを出したかったですね。今のデザインも結構尊重してるから。そうだね、頭ちゃんと新旧混ぜ合わせ、新旧、新旧、そう、タンクトップの感じ。確かに胸のね、タンクトップと半ズボンのジーンズまくり上げスタイル。あ、5歳児、日本の谷も書いてない？書いてるね、そう、5歳児。そこはしっかり書くの？でも今のポロカちゃんを再現したのかな。ちょっと差分もあるんで、え、ちょっとあの、見て、原画が先生、原画が、なに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 、なんかレシートみたいなの出てきたんですよ。なになになに、原画、原画、ほら、ちょっと、やばいやばいやばい、ちょっと、え、やばいやばい、え、なんかこんなシーンも、え、何、まあ大食い企画とかやってるんで、あー、ちょっと頑張って、原画が、ちょっと、おい、ガチ困惑してんじゃねえかよ。何が、それなんか話つながってるのかと思ったら、つながってる。いや、だからこのポンポコチャンネルの企画をいっぱいやっていくよって。サウナ企画のレポしてる。そうそうそう、サウナ大食いしてる。サウナ行ったり、あ、怪我しちゃってる。そう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 、体張ってね。伊豆さんどうでした？どれが良かったです？もうすでにでも衣装がなんかたくさんポルカさんありますね。そうですよね。めちゃくちゃ今後が楽しみっていうか。ね、お互いの案を交換しようって。夏にさ、着せ替えね、よくあるじゃん、ホロの。なんか2025年ぐらいまでの予定できましたね、今日でね。どうするの？じゃあ本当にさ、ポルカさん、これいただいたんでって新しい衣装持ってきたら、ちょっとあの距離取るかも、もう。ファンに怒られて困るから、怒られて終わるから、ドッキリ仕掛けてやるから。いや、怖い怖い怖い、やめて、やめて、コラボ配信しよう、やめてください。じゃあってさ、言ったらさ、これでゲートボールの格好してたら、ゲートボールの格好してたら、それはもうゲートボールじゃ行こうよ。なんでだよ。採用ってことでいいですか？
いやでもポロカサムネ作るの好きだからさっきので作ってみようかな。あー嬉しい、うん、いいですね。お互いのサムネ作り合いとかも確かにね。あいいね、ポロカサムネめちゃくちゃうまいもん。殺してって言ってるな、動画内容がむずいわ。作るかもしれないですね。悲しいな。やっぱいろいろ妄想はかどりますね。いやはかどりますね。2週間か、ここにいてくれたんか、うん、1週間。いやそうだよ、まあ、そうですね、長かったよこの1週間。喧嘩もしたし、笑いあったし、泣きあったし、うん、そんなの友情深まってたの。ピーナッツくんはもう死にかけててそうだよね、うん、マジやばかった。でもあの時ね、ポルカちゃんが何の記憶もないんだけど、うん、というわけで、このこちらね、はい、先ほどもおっしゃってましたけど、はい、イラストレーサーさんね、ポルデンのご用達の芸術さん、はい、はい、やばい、いいんですか、いいんですか、はい、書き起こしてくれますので。すいませんな。さっきのお二人のはいいよね、あのままで。え味があったし、いやいやいや、あれを起こしてもらう、あれをあれ結構あの修正とかも言うし、ここの耳の部分がとか言う、赤ペンで修正してイラストレーターさん、リテイク一回までにしてください。一回言うすんだ、ありがとう。リテイクできるんですか、してもらえるんですか、してもらえるんですか。というわけで本当にね、ありがとうございましたね。こんなに仲が深まって、ね、締めに入った、締めに入った、コラボレーションとかもしたいな。よろしくお願いします。また遊ぼう。ありがとうございました。じゃあね、みんなありがとう、ありがとう、ありがとうございました。なんで殴るの？エンディングだよ。エンディングだ。エンディング殴りになって。エンディングだから殴るの。